潮干狩りの様子潮干狩りの様子。エンジェルロードにて潮干狩りとは、遠浅の砂浜で、砂中の貝などを採取することである。貝拾い、貝掘りなどとも言う。春の季語でもある。東京湾で潮干狩り中の女性一般的には、干潮時に潮が引いた浜辺で、熊手やシャベル等を使って、砂の中に潜っている貝を掘り出し、バケツや編み込んだ袋などの容器に集める。潮干狩りは砂浜にしゃがみ込んで貝を掘り当てたり、かき集める姿勢を保たねばならないので、潮の干満に合わせて行うことが望ましい。具体的には引き潮に合わせて徐々に干潟となっていく砂浜を海に向かって追っていき、満ち潮に合わせて陸に戻る。干満の時間帯は地域によって若干異なるので、潮汐表、潮見表や新聞などであらかじめ調べ、出発時刻を到着時刻から逆算して行動すると、長時間安心して潮干狩りを楽しむことができる。場所によっては、あらかじめ砂浜が現れる場所まで船で行き、潮干狩りを始めると、砂地が出てくる場所を利用することがある。貝取りは、主として食用にするために行われる。取った貝は体内に砂を吸い込んでおり、砂を吐かせる必要があるので、持ち帰って調理することが、一般的である。なお、貝取りは貝殻を収集する目的で行われることがあり、食用に限らず船で海底から貝を取る場合もあるため、潮干狩りに限られない。二枚貝の種類によって水管を出す穴の形が異なるので、それらを観察することで狙ったものを取ることができる。例えばアサリは呼吸のために砂の中から受水管と吸水管を出しており、アサリの目と呼ばれる小さな穴が見られるため居場所の目安となる。また、マテ貝の捕獲には独特の方法が用いられる。大きめのスコップやシャベルで砂を掘ると小さな穴が開いており、潮が吹いていることがある。これがマテ貝の生息する穴であれば、食塩を一摘み入れると、貝がニュッと飛び出してくる。この一瞬を捉えて指で抜き取るのである。これは、穴の中で水管などを露出し呼吸しているマテ貝が高濃度の塩分に驚き、貝柱を急激に収縮させる習性を利用したもので、わざわざ砂泥を掘らずに取れるユニークな方法として知られる。干満の時間帯を気にしなかったり忘れたりすると、満ちてくる海水で衣服が濡れたり、次第に増す水位に気づかず波に飲まれて思わぬ事故を招くことがある。干潟は、一般的に日陰となるものがなく、晴れた日には日射が強い。晴天下での長時間の作業は日射病や熱射病になる危険もある。干潟からの照り返しや日焼け予防も考慮に入れて、通気性の良い麦わら帽子などで対策をし、適度に水分補給をすると良い。逆に寒い日には潮風が吹きつけて陸上より寒く感じられることもあるので、余分に着込むものも必要である。また、割れた貝殻やカキ、ガラスの破片などから足を守るために、長靴、ズック靴などを履くことが望ましい。また、念のため、靴下も履いておくと良いだろう。ビーチサンダル、ゴム草履等は、露出が多い上に滑りやすく怪我の危険が増す。人類は長く狩猟と採集による生活を行い、特に海岸での貝類の採集は手軽であることから、古今を多くの地域で行われてきた。ロングアイランドでの潮干狩り英語ではクラムを掘り出す、以からクラムディギングと言い、潮干狩りをする人をクラムディガーというが、この場合は日本語の潮干狩りとは異なり、娯楽としての貝取りとともに、漁業者による豪雨としての貝類採取も含まれる。またこの語から転移したものとして、カプリパンツのようなカジュアルで、裾の短い7分から8分タイプのズボンを、潮干狩りをするときに着用するような形態のズボンの、以から、特に米語で、クラムディガーズあるいは、クランディガーズという場合がある。中国語では、ハマグリ、ジュウハマグリ、ロウハマグリなどという。東京湾での潮干狩りの成果日本での潮干狩りのシーズンは、春から夏が一般的で、ゴールデンウィーク頃の風物詩の一つとして、全国各地の潮干狩り風景が各種メディアで伝えられる。潮干狩りで採取する貝は、日本ではアサリがよく知られるが、他にもハマグリ、バカ貝、マテ貝、人や地域によっては、アナジャコ等も採取される。料金を徴収する、潮干狩り場によっては、人の手で貝を撒いているところもある。沖縄では、旧暦の3月3日に海岸に降りて、料理を食べ、潮干狩りをする行事があり、これを浜降りという。これは本来は、女性の祭りであり、厄除けの意味があったという。日本では、海岸へ入ること自体は、海岸が国有財産であるため、料金を取ることはできない。日本で潮干狩りを行うには、漁業法のほか都道府県の条例で定めた漁業調整規則が適用される場合があり、違反した場合は密漁として罰金刑が課される。このため事前に漁業権者または漁業協同組合の対応を調べる必要がある。ただし、告訴がなければ、控訴を提起することができないことの逆に、漁協では入漁権を設定しており、この入漁権を持たない者は採取することを禁じている。また、一般向けに漁業協同組合などが料金を徴収する場合は、告訴しないことにしている。また、浜名湖のように、一定の条件で告訴しない条件を明示している場合もある。ありがとうございます。